国会では衆議院で予算委員会が開かれ、野党が菅原経済産業大臣の政治と金をめぐる疑惑を追及しました。中継です。野党側は菅原大臣が選挙区の支持者らに配ったとされる物品のリストを示し、公職選挙法違反だと迫りました。大臣の選挙区の練馬区の方110名載ってるリストがあります。例えば2006年でいうと、練馬区の方にメロン24、カニ38、2006年の冬みかん23、たらこすじこ66。このリストは大臣、お宅の事務所でお作りになったものじゃないですか。昨日本田委員の事務所からいただきました。それを見てですね、確認をするように今指示を事務所にしたところです。すっとぼけたこと言わないでくださいよ。安倍晋三先生にはロイヤルゼリーを出して大で、塩崎先生にはロイヤルゼリーが小、こんな判断秘書ができるんですか。あなた見てるじゃないですか、この資料。その資料をしっかり昨日の夕方、この予算終わった後にいただきましたから、よく確認をしたいと思います。野党側は、うちわを配って辞任した大臣もいるとして、疑わしい大臣の下で関連問題の疑惑解明はできないと批判しました。今後も安倍総理の任命責任も含めて追及していく方針です。